3月11日から27日までの間、東京都の東急プラザ渋谷において、日本のいいお酒第8回山梨ワインと題した催しが行われました。このイベントは、東急プラザ渋谷と上野原市がタイアップして実現したもので、3月14日に上野原駅南口のフラット上野原内にプレオープンしたワインショップワインウォール上野原の厳選した山梨ワインが所狭しと並びました。用意されたワインは王道から希少なものまでおよそ100種類にも及び、販売だけにとどまらずその場で試飲もでき、訪れた人々はソムリエやワイナリースタッフからアドバイスを受け、豊富に取り揃えたワインの飲み比べを楽しんでいました。また会場には上野原市の観光案内や移住プランを提案するブース、そして特産品も用意され、訪れた人々は商品を手に取ったり買い求めたりして人気を博していました。コロナ禍でなかなか帰省ができなかったりですとか、イベントが中止になったりですとか、地方と中央、都市部の、間が空いてしまったということを思っておりますので、渋谷から、地方の魅力を発信することで少しでもコロナ禍、距離を縮められればなというところで考えておりました。山梨県の最東端のエリアとして山梨県全体のいいものを隣接している東京や神奈川の人たちに少しでも手に取りやすい場所として何かできないかなと思っています。現在プレオープン中のフラット上野原2階のワインショップワインウォール上野原は4月9日午後4時にグランドオープンを迎えます。山梨県最東端の駅前に位置し、首都圏からの玄関口であることから、フラット上野原は山梨の観光と物産の魅力を PR する総合案内施設として生まれ変わります。